アイテム番号 SCP-352JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-352JP はサイト8122の収容ロッカーに保管されています。 SCP-352JP の実験は中止されています。説明 SCP-352JP は同道 92mm 全長 100mm 重量 500.10g で無色ガラス製の保存瓶です。 SCP-352JP には猫だけがあると文字が印刷された、異常性のない一般的な白無地のラベルが貼り付けられています。 SCP-352JP の製造者及び販売元は明らかになっていません。 SCP-352JP は人間が開封すると異常性が発揮されます。開封前以下非活性状態の SCP-352JP は空のガラス瓶ですが、開封すると SCP-352JP1 が内部に出現したように見えます。以下、満杯状態。開封した SCP-352JP から SCP-352JP1 を取り出すと、減少した錠剤数を補充したように見せます。以下、補充活動。再封をすると SCP-352JP は満杯状態を装いますが、1時間を超過した時点で SCP-352JP1 を消失させ、非活性状態へ戻ります。なお、SCP-352JP1 が消失した SCP-352JP に重量的な変動が見られなかったことから、非活性状態の容器内に SCP-352JP1 は観測上実在していることが証明されています。SCP-352JP1 は元状、またはコーティング状の識別番号が刻印されていない、200粒の白色の錠剤です。主成分はデンプン及びブドウ糖が使用されているにもかかわらずゼロカロリーであり、エネルギー消費における働きはありません。SCP-352JP1 を人間が服用すると、以下、服用者、ある感覚的な異常を及ぼします。以下、チェシャ猫病。チェシャ猫病の症状は AIWS、アリス症候群に類似した感覚異常が主ですが、ウイルス感染における脳炎、転換、統合失調症等、病歴の有無に関係なく影響を及ぼすものであり、SCP-352JP1 独特の固有症状だと判明しています。チェシャ猫病は、身体上明らかな欠損や脂肪が生じない限り観測できない上に、圧迫感や嫌悪感等が自覚されるのみですが、幻視や虚偽性障害とは異なります。詳細は SCP-352JP1、症例リストと HOI1を参照。なお、SCP-352JP1 の症例は65種類ほど確認されていますが、SCP-352JP1 の服用数を増やしても、1人につき1種類の症例しか現れません。症状箇所、右手全体が徐々に肥大化していくような感覚。詳細、B クラス職員の右の親指を外科手術で切断。右親指は約、倍に肥大していた。右手首を切断すると同様の症状が確認できた。症状箇所、左手全体が徐々に液体になる感覚。詳細、B クラス職員の左の小指を外科手術で切断。左小指は筋骨核が液状となっていた。左手首を切断すると同様の症状が確認できた。指、手首どもに血管、骨、神経に異常なし。症状箇所、脳が溶けていくような感覚。詳細、B クラス職員の頭蓋を外科手術で切開したが、異常性は見られなかった。B クラス職員を終了したところ、左脳と右脳が約、CM ほど縮小。脳の全体約 50% が融解していた。
症状箇所、両目、距離における異常感覚。詳細、Bクラス職員の右目を外科手術で取り出すと、右眼球に異常な縮小が確認された。Bクラス職員も終了したところ、左目の異常性が確認できた。左眼球はおおよそ6倍に肥大していた。症状箇所、両足、体が大きくなったような感覚。詳細、Bクラス職員の右脚部を外科手術で切断。右脚部は7倍に肥大し、直径、M を越していた。Bクラス職員も終了したところ、左脚部に同様の症状が確認された。ポイ、1、実験初期 SCP-352JP。1は服用者に精神的な影響を与えるオブジェクトだと考えられていましたが、接触者が死亡、あるいは該当箇所を切断した場合のみ、末期的な症状が確認することができました。留意すべき点として、服用者が症状を訴えた瞬間、即座に終了及び切断した場合でも、肉体的初期変異を一切確認することができませんでした。しかし繰り返し実験を行うことで、SCP-352JP の大まかな特性が明らかになりました。SCP-352JP 及び SCP-352JP1 は、仮定、と、経過、の観測が不可能、あるいは極めて困難で、服用者の身体を欠損、死亡した場合のみ、結果、末期的症状、が具現化するものだと推測されています。具現化した理由は、その肉体が過程と経過の蓄積に限界がある状態となったため、結果が出現するものと結論付けられています。総合的に SCP-352JP 及び SCP-352JP1 の特性は、結果のみが具現化する特性。これまで確認されていない肉体的変異を及ぼす錠剤。と説明することが可能です。しかし SCP-352JP には、局所的な経年時間の加速、未確認の認識障害、現実改変能力等が指摘されていますが、SCP-352JP の重量を測定した結果、これまで実験で消費した分の質量、実験ではおよそ、粒消費、一粒につき、10グラム、の正常な減少が確認されました。予想では、SCP-352JP1 を全消費した場合、空の容器のみが残るものと考えられていますが、オブジェクト保存のため実験は中止されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。